パスパブチャンネルへようこそ。今回の動画は Apple ID を消去する方法をご紹介いたします。 iPhone を使うと Apple ID をサインインすることが必要です。このようにパスワードの入力が間違った時にとても不便になります。そんな時はパスパブ iPhone アンロッカーを使いましょう。まずはパスパブ iPhone アンロッカーをインストールし起動させ、 Apple ID を削除を選択します。 USB ケーブルでデバイスをパソコンに接続します。接続した後に iPhone 画面に表示される信頼をタップし、パスコードを入力します。次の画面で開始をクリックします。それからデバイスの画面ロックを設定しているかどうかを確認し、設定しているならばはいをクリックします。ファクター承認が有効になっているかどうかを確認し、はいをクリックします。 Apple ID を削除する前にファームウェアパッケージをダウンロードする必要があります。ファームウェア情報を確認してからダウンロードをクリックします。ダウンロード中です。しばらくお待ちください。ダウンロードした後にロック解除をクリックします。 Apple ID を削除中です。しばらくお待ちください。次に表示される手順に従って Apple ID を削除するようにデバイスを設定します。これから iPhone の初期設定を行います。アクチベーションロックの画面にパスコードでロックを解除からデバイスのパスコードを使用をタップします。パスコードを入力してください。これで Apple ID は正常に削除されました。